広島東洋カープは27日、野村祐介投手35が現役を引退することを発表した。野村が24日、球団に意向を伝えた。カープ一筋で通算210試合に投げて80勝64敗、防御率3、53だった。10月5日のヤクルト戦で引退セレモニーを行う。 今季初登板の中日戦で5回無失点の好投を見せた野村雄介。8月2日、野村は今季2試合に登板し、0勝1敗、防御率に70。8月13日の DNA 戦、松田お最後に一軍登板がない。ここ数年は登板機会が減ったことや、先発陣の世代交代などを受け、ユニフォームを脱ぐことを決めた。野村は、 カープで13年間プレーできたことを誇りに思う。いつも温かく力強い声援を送ってくださったファンの皆様、本当にありがとうございましたとコメントした。広島、広陵高、命題を経て2012年、ドラフト1位で広島入団。請求力を武器に1年目に9勝11敗、防御率1、98で新人王を獲得。 16年は16勝3敗で最多勝と勝率第1位のタイトルに輝き、25年ぶりのリーグ制覇に貢献した。入団から全試合で先発登板を続けている。